熾烈な戦いを続ける安倍巨人に緊急エールだセリーグ2位の巨人は21日に首位を走る広島との直接対決、東京ドームで4対1で逆転勝ち。連敗を免れ、今カードでのマジック点灯も阻止した。そんな大勝負で始球式を務めた新日本プロレス社長兼選手の棚橋宏、47を直撃。躍進を続ける若手たちに送った逸材の極意。 さらにはは天皇山を勝ち抜く心得とは絶対に負けられない戦いを制したのは主砲の一振りだった。1対1の8回無視二三塁で4番、岡本和真内野手28のバットが火を吹いた。この回から登板したハーンの初球を完璧に捉え、左翼席へ値千金のスリーラン。打った瞬間に誰もが確信した一撃は阿部慎之助監督。 45の7年連続に並ぶ20号となった。これには阿部監督も、いや、もうすごい集中力で。素晴らしい本塁打になりましたと賛辞を惜しまなかった。今カードで3連敗を喫すれば、広島に今季初のマジックが点灯する重要な首位対決。ただ、この日の勝利で阻止し、再び1ゲーム差に肉薄した。 そんなシーズンの行方を左右する一戦のファーストピッチに登場したのが棚橋だった。100年に1人の逸材、らしく背番号100のユニフォームに袖を通し、力強く投じた八球はノーバウンドでミットに吸い込まれた。元高校球児で一時はプロ野球選手も夢見た棚橋は、大役を果たすと今だったら何でも答えられます。とご機嫌で会見場へ、高校時代の 甲子園予選は残念ながら2回戦で負けてしまったんですけど、右与曲折を経てこうしてプロのマウンドに立つことができて感無量でした。だいぶ遠回りしましたけど、笑い、とはにかんだ。棚橋はイベント終了後の直撃にも快く応じ、優勝をにらんだヒリヒリとした上位争いを続ける巨人に熱いメッセージを寄せた。今季のチームは7回に同点的自打を放った浅野や門脇。 船場様など生え抜きの若手が台頭未来を担う逸材たちがチームを支えているさらなる飛躍を遂げるために棚橋が挙げたキーワードは「愛」だった大事なことはやはりチーム愛ですかね自分も新日本プロレスが大好きで入りました所属チームへの愛が強ければ頑張れますしどんどん強くなれる若手の皆さんも何よりも巨人を愛してほしいですね